冬アニメ格付けしてみました。個人的ランキングなのであくまで参考程度に考えてください。詳しくはブログに書いてるので辛口ですが、そちらもよかったらどうぞ。ってことで、いいやつだけ説明します。鬼舞、桜と可愛さが最強のアニメ D4DJ、 音楽と可愛さが最強のアニメ大雪海のカイナ、今のところ世界観と脚本が最強のアニメジョジョ、バトルのワクワクとシナリオが最強のアニメ、雑ですが理解してもらえるはず。まだ1話なので、これから面白い作品が出てきてくれるといいですね。以上、冬アニメ格付けのお話でした。